マンコ、おっぱい、うんこ、しんこ、俺が狂ったのはあいつらのせい。どうも、令和チャンネルです。よろしくお願いします。というわけですね。本日は、やっていくんです。ウィニングレモンを、やっていくんです。やっていくんです。やっていくんですけども、まあ、なんでやるんかというと、暇だからだ。土曜日っていうのはな、友達がいるやつからしたらな、友達と遊ぶいい機会だけどな、俺にはそんなものがない。というわけでですね、ウィニングリムの実況をやっていくと思います。さあ、その実況をやる上で、ね、何を注視してやっていくのか、今回は紹介していきたい選手、こちらです。コンパス兄さん、お待たせしました。コンパス兄さんの会議でございます。で、僕ね、令和チャンネルなんか全然なんかそのこいつのこと知らなかったんですけど、まあ、スキルがね超少ないんですよ。で、スキル超少ないから、こいつのことザコだと聞いてきて、こいつのことザコだと決めてた、こいつのこと全然決めつけられて、決めつけ、これもう実況やめよう。まあ、こいつのことを決めつけたんですよね。あんまり強くないんじゃないかと思ってたんですけども、なんかあの僕の大好きなね、はい、ヒカキンゲームスさんが、なんとですね、こいつのことを A プラス評価していて、まあ、その理由というところはあえて見なかったです。はい。もう A プラス評価ということだけを知って、その状態でこいつの方から揃えてみようってね、非常にね、リスキーなことやるんですけども、そういうリスクあるから、人生ってのは楽しい。こいつが本当に成果は全然わかんない。でも、揃えてみる価値はあるんじゃないかと、十分に考えられる。ならばどうする？行くしかない！いけ！はい、どうぞ、ドン。強い。あ、てかめっちゃこいつつけてしまった。この反省を生かして、こいつのことしっかり使っていきたいと思います。いきます。危ない。生かせるとこやった。疎開に出すとこだった。疎開に出された子供を困る。コンパスかーみたいな。飯欲しいみたいな。まあもう知ってる通りですよ。フランス出身で、このね、よくわかんない、なんか、アラバスタ王国みたいなところから来てます。まあ、あんだけつけるがなくて、その上で比較が A プラスだってことは、そういうことだよ。わー、すげえ。めちゃめちゃ全体的になんか能力高い感じ。ヘディングは、あ、そこそこだな。プレスキック、あ、プレスキックできるの全然いい。あ、スピードは普通。キック力86、ジャンプ81、フィジカルコンタクト93、ボディコン79、スタミナ95、ユーズ、あー、こいつ強い。こいつ強いか。こいつ、俺ヒカンケ騙されてない、俺嘘つかれてない、これお前らヒカンケに騙されてるって、これ絶対。強いか、こいつ。まあ確かにドリブルとかは結構できるし、まあディフェンスとかもまあぼちぼちできるけど、能力値普通、スキルこれ絶対ちげえやん、お前。いや、騙された、これ絶対。また騙されやがった、もう情報弱者が。でもよー、こいつは当たり選手にできるかどうかってのは比較じゃねえ、俺が決めることなんだ。OK、ビークー、冷静だろ、令和チャンネル。ここは落ち着いていこうじゃないか。はい、というわけでウィングイレブンやっていくでやんす。クリマステッペイでやんす。クリマステッペイがお送りするウィニングレム始まりました。さあ、今日はですね、どんな水星シュートが見られるのか、皆さんちょっとお楽しみにしておいてください。正直言わせてもらいますけど、レーティングが933、お前みたいなところに受け替わってる暇はない。悪いな、死んでもらうぞ。よーし、いいね、さすが。さあ、相手どうでしょうか。うん、ゴミが。おい、コンパス兄さん喜べ、お前の相手はチビだ。あんなクソチビ何ができるんだよ。河川敷でサッカーやってる、お前は。ドラえもんのなんか集合する広場でサッカーやってる、お前みたいなやつは。土管の上でガキ大将がお似合いだぜ。無駄なプレイしない。そう。だから、しかもボール持ったらすぐ出すとか、そういうところしっかりやっていく。あー、ぐるぐる回るよ、勝つ。勝つる、これ勝つる。勝つる、ぐるぐる。あー、押し丸。あー、ルー押し丸が間違えた。スターリング。これなんかな。エベルトンがこれ一回出すじゃん。だクリバル来るでしょ。したら開くのよ、これ。したらもうエベルトンに追いつけるもの、おらず、おらずなんだよ、バカが。あー、待って、おい、何か、いける、うしゃー。誰だ、こいつ、よくやった。誰、金星じゃ。誰、お前、誰、お前。あ、スターリング、よしよしよし。最後まであがく、もがく、それが大事なんだ。クズはクズらしく行こうじゃねえか。集結、4号組。はい、ナイス、ルメです。いいね。ネイマール。あ、ネイマール、ちょっと待って。エベルトンがぐる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 持って持って持って、ドゥクレの召喚を待つ。さあ、ドゥクレがぐる。ははは、もうちょっと取れんだよ、マジで。ふざけろ、みんなで作った大事なステージ壊さないでよ。ヤンキーか。学級委員長さ、俺元。そういうの切れるから。落ち着け、攻めることに本当に意味があるのか。本当に俺たちあるぞ、べきなのか。もうちょっと考えるな、ボールがかわいそうじゃないか。危ない。バカが。お前が始めたぞ、戦争は。そうだったらこっちだけ反乱軍隊アラバスタ王国になってるから、もう始まった、終わらねえぞこの戦争は。お前が仕掛けたの。よーし、バカが自分の顔にボロぶつけやがって。そんなにような出っ張った歯が嫌か。いや、これ大丈夫。ナイスキー、いいっすね、さすがだぜ。どんなるもよう分かっとら。あー、クリバリは邪魔マジで。身長高いんだけどチンチン。ちょっと待って、お前は身長高いんだけどチンチンじゃない。そうだね。あー、チンチン。でも取られなきゃ、やめて。いやー、雑魚がー、コミュニケーション不足なんだよ、コミュ障の場が。おい、ずーっと漫画とかアニメ見てっか、そうなんだよ。あ、デュクレでも結構いいとこいるな。なんか、幼少期の令和チャンネルの、ちゃー、
おい、ジョケレ、おめえ一体何が足りねえって言うんだ。おめえのプレイ見たらよくわかる。足がもたついてる。本来のおめえはそんなんじゃねえ。もっと軽やかにピッチを駆け抜けるお前は俺は知ってるんだ。まるでお前のそのぎこちなさはコンパスみたいになってる。一体何が足りねえって言うんだ。こんな時俺とデュクレを支えてくれるような男がこのチームにいればよ。くそー、その役目俺が勝った。その声はまさかコンパス兄さん、このコンパス兄さんとコンパス兄さんのコラボ、絶対に勝てるコンパス兄さんへ。コンパス行くぞ。いけるぞ。これ誰だな。よし、ね、お、コンパス早い、結構遅い。待て、あー、最強取られた。コンパス兄さん、待て、コンパス兄さんやれた。そのぞコンパス兄さん頼むぞ。兄さん同士しっかりと剣を持ち合ってくれよな。兄さん、兄さんするしてたで、兄さん。バカ、こう二人がいるな。おい、叫んだ。イチゴのぬいぐるみかてめえは。えらく喜んでやがる、魚みたいな面のやつが。おい、釣り上げてやろうかてめえ。おい、ふざけて耳作ってるてめえは。コンパニーさんのコンパニーさんのくだり終わった。俺はね、おめえと違って視聴者を楽しませるっていうよ義務があるわけよ。それお前よりはハンディキャップ背負ってるわけ。そのハンディキャップ今取った、悪いな。えっ、頑張れ、止め止め止め、やるなんですが調子乗ってる。おい、ちょっと待て、ふざけんな。わかった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 、落ち着け落ち着け落ち着け、わかったわかったわかった。おい、ふざけんなやめ、ふざけんなやめだ。勝利のために必要なもの、それは力だ、わかるか。面白さじゃねえ、力なんだよ力、それこそが全てなんだよ。俺はそのために生きていく、そのためにウィニングイレブンというゲームをやっている。勝利するためにエベルド、勝利こそ最高、勝利こそが最高。ああエベルド、ああメジ、そんなマジだ、通らないぞ。いけるエベルド最高、よかった、よく盗んだ。でもね、ルパン三世、ああ死ねえ。おいの名前はルパン三世、おめえのプライドをもらっていくぜ。手を落ち着けな、手を落ち着けな。あ、いや、コンパス兄さんやべえ、よかったよかった、マジでよかった。それしっかり持っていけ、いいタイミングパスです。ワンタッチ、これさすがにこっち、いや、いいとこいる。あー、しっかり出して、コンパス兄さんが、あ、違う、間違えた、パリとパスが俺の中でバグってる。あー、待って、やめろやめろよ。しゃぶね、いや、クリオラに気をつけとけばいい。簡単だな、一人だけ気をつけとけばいいなんてよ、ありがてえぜ。ガキみたいな戦法したく、パスに、てか待て、パスにずっと走るんだけど、なにこのこいつピスト運動、止まらねえ、HP 無限なんだが。おい、パスに、やーだー、何やってんだバカ野郎。アホか俺は、コンパスコンパス楽しい楽しいやってんじゃねえ、小学4年生かお前は。ダブルタッチ、よしよし、あーだーだー、ダブルタッチだけで気持ちよくなっちゃってる、簡単なやつ。ははしまった、ソープ行ったのに手こぎに行ったみたいになってる。いや、総評しますと、めちゃめちゃいいです。コンパス兄さん。いや、なんであいつがそんなにいいかっていうと、まずめちゃめちゃ顔出すし、ちゃんと守備もするし、しかもなんかパスとかドリブルになんか無駄がないから、全然強えじゃん。はっきりわかんだね。ラッシュボードはどっちかっていうとなんかその支えるっていうよりはもう自分一人でガンガンやっちゃうタイプだから、ドゥクレはそういうと生かすことが大事なんだぞ、ドゥクレ。しっかりやれ。バカが、そのワンツーはもう見飽きたわ。何人がそれやー、だからみんなやるのか。フィビウスセクターに侵された後みたいなサッカーになっとるや。はい、クルナボール持ってドーン、クルナボール持ってドーン。そんなんつまらん。じゃあどういうのがおもろいか。それはな、このアブドゥライ・ドゥクレという一人の男、これ一人のものの方が点取るのがおもろいんじゃろうか。わかる、いい加減目覚めろ。えいえいえい、クエーターは大丈夫。あ、でもクエーター弱いからな。頼むぞ。いやー、何勝手にこけてんだ。俺の許可なくこけんな、バカ。ふざけんな、おい。なんなの、使いねえひなな芸人は。意味ねえところでこけやがって。はい。大丈夫。ええー、はい、終わるわ、いや。ロスタイム1秒もなかった。うわぁ、あ、待って、ムバペは選択がずるい。そんななんて画面以外のことでもわかるわけないじゃん。僕の感覚違いだよ、誰か止めろ。イエス、うわぁ、うわぁ、あ、マジ気持ちいいけど、やめろ、絶対取れる、それは、ウェルルベルト、もう、なんだそれ、何そのボールテクニック、いやいや、する、お前、アキラ 100% で、お前ぞ、そう、いける、え、何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 、どうだ、てか、何でドゥクレ、その高いとこいんの、やめてる、うわ、そんなのずるい、ヘブスタイム使うなよ、ふざけんの、お前、なんでお前だけ違うゲームしてんだ、ずるいぞ、そんな、ずるいよ。ここでおめえのことを全員ぶち抜いてプライドズタズタしてやると困るよね。ズタズタしてる、本当にプライド全部ズタズタにしてやる。クソおかしいね、穴潜ってろよ。誰が悪いとかじゃない、俺が弱いんだ、俺は弱い。
俺にはもう何もね、もうダメだ、俺にはもう何もない、ウィニングイレブンするのが楽しくね、怖いよ、誰か助けてくれ。お前に光を与えるのは俺の役目だ。その声はまさかゴブリンさん。これはやけくそなんかじゃねえ、ふざけてるわけでもねえ、本気で価値を手に入れたい人間が本気で勝つことを考えた結果、僕にはコンパニーさんが必要だった。よし、リカエル、あ、待って、やばいことやった。あれ、あれ、兄さん、やばない、マジで、どんなのもありがとう。おい、おい、おい、おら、おら、おら。キル、お前は飛んで火にいる夏の虫。もう負けねえって、誓うから、俺はもう負けねえから。さあ、一点取り返させてもらおう。お前が取った1点、それは大事な大事な1点取り返させてもらおうじゃんないか。ドゥクリ、うわ出せよバカ、今ドゥクリ出てくるいいチャンスだったんだよ。あのじゃ、いやデリート出すぎ、いやデリート出てきすぎ、マジで、いやマジ出張してくんの、お前地元にデリートじゃやってろ。エベルト、よしキャッミス、そこでボランス、エベルトどうだー、もう何やってもらうじゃねえかと思ったら負けだぞ、レアチャンネル。ドゥクリ、これこうしてこうドゥクレ決めろよ。今なら点が取れる、そんな気がするんです。ドゥクレ、早くボール回してくれ。ドゥクレ、もう一度耐えていいか。ドゥクレ、お前は耐えていいか。ありがとう。ドゥクレ、ドゥクレいいぞ。いけるいける、やめると、あーしまった、ドゥクレに存在が、あ、ドゥクレいけドゥクレじゃあ得点という名の芳醇な香りがしてきませんかと皆さんに問いたい。その匂い、その花は、その嗅覚が間違ってない、そこで手が取れるからよーし、コックの仕事、それは最高の料理をお客様に届けることを、皆さんお待たせいたしました。フリーキック 68? いや違う、こっちのフリーキックが敵じゃん、やめて落ちて、うわー、俺何がしてんだマジで、ふざけてんのか勝ちてんのか、俺ジョーぐらいスタンスブレブレじゃん。え、兄さん今日厳しくていいんだ、優しい兄さんいらないよ。よし、いいぞ、兄さん怒らせたね。ダメだよ、もうダメだ、お前らじゃ手をつけて、俺でさえ止めれないんだから、あのなんかクロコダイルの砂嵐みたいな、俺でさえ止められて、よし、よし、ドラッグ、粘りけ、届け、イドルチャルフ、ザコが、オフサイド、オフサイドなのか、なんでお前ルール適用されないじゃん、ずるいぞお前、なんでお前だけ違い方形なの、お前だけ、ていうか、あ、いいパス出すじゃん、言われてる、これここなんだよ。言ってる、ドゥクレ、ドゥクレ、なんで戻ろうとした、なんでだよお前、なんで急にホームシック入っちゃったの、なんで戻りたくなっちゃった、やめろー、よーし、危なかった、異次元ザハンドゥクレで、これ一回回れクレで、そう、それでドゥクレがいる、ドゥクレナイス、ドゥクレ行け、回れ、使おうで、ドゥクレもう一回使って、待って、ドゥクレ、これ落ち着け、ドゥクレ落ち着けこれ、それで手をでいいからネイマール持ってメッシが決めるじゃん。ドゥクレはヘディングもできるっちゃできる、グラデル行け。俺は同じ黒人でどっちがどっちか分かんなかっただろうが、俺の本命はこの男マックスグラデルじゃ。これこっち、そうで、ドゥクレが上がってくる、そうドゥクレいいぞ、ドゥクレ上がってきてる、ドゥクレこのまま、ドゥクレ、あ、そのままドゥクレ行こう、ドゥクレそのまま行っちゃう、ドゥクレボールも拾える、ちょっと待って、これは一回出して、ドゥクレがもう一回、あー、焦げたよー、やったボクのボールだ、やった、お前はここで死ぬ定めなんだよ。ドゥクレどこだ、これはドゥクレで点が決めて、これ手前がドゥクレだろ、よし、どうだい、ここでドゥクレが収まるだろ。なぜじゃー